と行きます。5 4 3 2、右はあっちだろうが、優しいだね。1 GO。いっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだ。必要以上に振り回しすぎる嫌いな。うまいことはうまいんだが効率が悪いことだ。後ろにいた方が相手をじっくり見るし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだの。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから。あとは D のドライバーどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女上手い。上手いけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケースが変更されてる。お呼び戦を選んだのはケースでレベルアップのためってどういうことなのか。なあ、凌介、レッドサンズとして遠征をやったと。パステリアがパワーアップしてマスコンワークが何倍もワープする。東横線は前線でアップダウンが続く。マスコンワークのトレーニングには格好のステージだった。8200の力量を保ち、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どっちのマスコンワーク10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。日本みたいにマスコンを持て帰ればいいんじゃない。両親は言うんじゃないぞ。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが今辛いとこだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているから。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろう。どっかでチャンス見つけないとな。なんだろう、直感だ。あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもね。そうじゃない。俺には分かる。結構よくやってるから。レールファイトやるには線の細い走りだぞ。所詮女には本当のファイトは無理だ。しかいねえだろ、あいつらを止めるのは。そうか、恐怖にとっては有利なんだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くないか。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ノブト。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行で俺ほどいい走りができるか、全く予想外だ。対戦相手のドライバー特別な感情を抱いていることも今日集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなる。心と心で通じ合う何かだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だ。
しょう。ちょっと許せ。まさかそこまで。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてる。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、弱いとかウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでこのまま走り続けたい気分。それか、分かったぞ兄貴。女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私もうゴールは近い。このまま行ったら2本目に入れる。一緒に行こうよ、ダイ。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない。ずっと続けたい。私こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。やだ、行かないで。もっと続けたいよ。割りたくないの。あばよ、俺は先に行くぜ。ダーリー、黙って。ダーリだ、プロジェクト D の勝ちだ。あれ、五線形は
おい、京子は。 515R はどうしたんだ。それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。おお、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。